タコマです。ユキです。シュンです。シャラクラブです。お願いします。お願いします。いい。はい。今回の動画は僕がこのアダメロペットのコラボをさせてもらったニットベストの紹介の動画になります。はい。大事だ。おめでとう。見たよ。はい。見たよ。見たよ。はい。ちょっと今僕が着てるんですけど、ちょっと持ってこなきゃ。ちょっと。はい。はい。はい。この三色を作らせてもらって、青と。ブルーか、ブルーとグレーとオレンジの3色展開で、はい、はい、この何だろうな、生地選びから全部このリブまでボタンまで全部ポケットまで全部僕がこれリリースみたいな感じで作らせてもらって、もう初めて触らせてもらったすごい思ったより優しいし、優しいし、なんかちょっとタオルっぽい感じで生地で、すごい軽くて、うん、本当だねかなっていう感じですね。はい。でサイズ展開もこれ L サイズなんですけど、今持ってるのと僕が着てるのは、うん、M サイズもあって、女性の方とかちょっと小柄な方は M でもいいかなっていう感じですね、はい、結構作り大きめね。そう、ちょっと大きめに、うん、ゆったりめ。そう、俺が作るっていうのもあって、ちょっとゆったりめな服が好きっていうのがあって、そうね、うん、ちょっとしかもまあニットの生地感にちょっとゆるっと、うんうんうん、スッとちょっとお力のある感じで作らせてもらってますね、はい。でまあそうですね、僕が今着用しててこの第一線作ったシャツともちょっとなんかね組み合わせでできたらいいかなっていう服を作りたくて、でも冬といったらニットという感じで、うん、そうですね。でニットベストを作らせてもらってます。いい。マジじゃないですか。やっぱニットベストのいいところは何だろうな。そう、まあ冬ももちろんだけど春も着れるし、あと冬とかだとアウターとかみんな着ると思うんですけど、その室内とか行ったらさ暑いやんちょっとなんか。って時脱いだ時にやっぱその寂しくないというか、俺のこのシャツだけだったらちょっと寂しいかなっていう時とかに。ニットベストの色があるとやっぱ可愛いかなっていう感じで、結構肉厚のさニットだとさ、うんうん、ニット着たアウター着た時とかそうね、結構この辺 ね脇とかこの辺がきつくなったりとかするじゃん、うん、マジやってるんでしょ本当にそしてそうだよね、着心地いいところ、よりそう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 抑えられて、そうなんですよ、はい、いいんじゃないですか素晴らしい、わ進化を遂げてます。第1弾経て、第2弾第3弾早いか、気が早いか、ちょっと早いか、ちょっと早いか、じゃあ1回癒しますそう、あとこの前焼きっていうのもちょっと僕的にも結構、うん、確かにいいかなっていう感じで、あのなんだろうね、どうしてもこのニットベストってさ結構 V ネックの道が多くて、まあそれも全然好きなんだけど、うん、結構その着方によって子供っぽくなっちゃったり、うん、スクールっぽい感じがあって、うん、でもちょっとこの前焼きでこの1個開けたりとかもできるし、うん、こうボタンの仕様っていうのが結構いい、うんうんうん、意外とサニットはあのファスナータイプのジッパーみたいなのもあったりするし、うんうんうん、結構ボタンの方がねこうボタンの一個上とか下開けつつ、うんうんうん、意外とそういう感じで着方もね、はい、できるし、そうっすね、うん、はいはい言わんけりゃよかったよかったでこの前焼きで何だろう、僕がいいと思ったのが結構そのコートとかの上からでも着れるっていう
うん、その、うん、結構飛んだファッションだけど、はい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 、結構俺はそういうのが好きで、もう全面にニットベストを上に着ることもできるし、はい、そうだね、ちょっとその辺も開けるのと閉めるのでね、うんうんうん、閉めたり、確かに結構、うん、このアームのね、袖口がゆったりしてるから、うん、そうだね、準備を作ってやる、アウターからさ、上からいっちゃっても全然、うんうん、アウターとかも余裕だし、あと、うん、っていう感じで、うん、作らせていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとまあ、アダムエロペの、うん、そのサイトとかにも特設ページとして開けてもらっているので、ちょっとそれも見ていただきたいのと、あとちょっと次の動画でこの3人プラスウンさん、うん、ちょっとスタイリングを、ちょっとスタイリング動画を次の動画で上げたいと思うので、そちらもぜひチェックしていただきたい。はい、大丈夫、チェックしていただいて、はい、お願いします。はい、お願いします。これアダムエロペさんの公式オンライン以外にも、うん、そう、あと ZOZO にも多分、あ、ZOZO 売られてると思うんで、うん、チェックしていただいて、はい、概要欄とかに、はい、ペッと貼っつけるんで、はい、って感じで、まずはい、はい、紹介動画、はい、紹介動画でした。飛んだやつに。はい、じゃあ、はい、ちょっとサクッとなりましたが、はい、今回はこの辺で、はい、はい、以上とさせていただきます、はい、皆さん、チャンネル登録と高評価、コメント、よろしくお願いします。ます、では、次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。